それでは問題文を読み上げます。ある生物のゲノムの塩基対数を 3×10 の9乗とする。このゲノム全体の1%が遺伝子として働いている領域であるとする。遺伝子数を2万とし、それぞれの遺伝子が持つ塩基配列は全てアミノ酸を指定しているものとする。この生物のタンパク質は平均何個のアミノ酸からなるか。最も適当な数値を以下から選べ。 じゃあまずセントラルドグマの復習からしてみようか。DNA から転写によってメッセンジャー RNA が合成される。そしてメッセンジャー RNA の情報をもとに翻訳によってタンパク質が合成される。タンパク質っていうのはアミノ酸が長くつながったものね。スライドには2個のアミノ酸しか描いていないけど、普通こういうのはありえません。普通はもっと何百個とアミノ酸がつながってタンパク質ができています。 そして普通 DNA には遺伝子として働く領域、遺伝子領域と遺伝子として働かない領域、非遺伝子領域があるんです。非遺伝子領域にどんな機能があるかはまだ完全には明らかになっていませんが、今回の問題とはあまり関係ありません。今回の問題では全体の1%が遺伝子として働いているって言われてるから、ね、全体が 3×10 の9乗塩基対、そのうちの1%は 0.01をかければいいから 3×10 の7乗塩基対。この 3×10 の7乗塩基対が遺伝子の領域をすべて足し合わせた時の長さだ。次に遺伝子一つの長さを求めます。遺伝子一つの長さを知りたければ遺伝子すべてを足し合わせた時の長さを遺伝子の数で割ればいいね。みんなも何人かでご飯を食べてお会計するときに 一人当たりの金額を知りたかったら、全体の金額を人数で割るよね。それと同じね。今回遺伝子数は2万って言われてるから3、3×10 の7乗塩基対を2万で割って、遺伝子一つの長さが1500塩基対とわかるわけです。ここで転写についておさらいしてみよう。転写では DNA の二重螺旋の一部がほどけて、 言い方さに寄り添うように RNA の鎖が合成されていきます。細かい話は今回の問題とは関係ない。チェックしておきたいことは DNA が1塩基対あったらその部分から転写によって RNA が1塩基できるということだ。したがって DNA が1500塩基対あったらそこから 1500円機の長さのメッセンジャー RNA ができる。カップルが2人で1つのケーキを買う。1500組カップルがいたら、ケーキは1500個注文されるよね。そして、タンパク質上の1つのアミノ酸は、メッセンジャー RNA 上の3つの円基の並びによって指定されています。従って、 1500円期のメッセンジャー RNA は 1500÷3 の500個のアミノ酸を指定することができます。1個3円のたこ焼き。1500円やったら1個3円のたこ焼きを500個買えるよね。ということで、この生物の遺伝子からは500個のアミノ酸がつながったタンパク質ができると考えることができます。答えは2の500となるわけです。 もちろんこういう問題っていろんな細かいことを無視してる。メッセンジャー RNA の全ての塩基がアミノ酸を指定するなんて普通はないことだし、実際は遺伝子の長さにもすごくばらつきがあります。そもそも遺伝子をどう定義するかも難しい。でもまあこういう問題では今説明したような流れで解いて大丈夫です。ではお疲れ様でした。もう一回復習してみてください。